動画制作でいい絵を撮ろうと思ったら、カメラよりも大事なのは実はライティングで、ライティングといえばね、やっぱり高いライトとかの方がね、いいライティングができるんじゃないかなと思うけど、間違いじゃないけど、でも実際にはライティングの時にはね、そのライトよりももっともっと大事なのがね、お金をかけた方がいいのが実はライトスタンド。これめっちゃ大事なんですよ。じゃあ安いライトスタンドと高いいいライトスタンド、何が違うのかっていうのを今日のこの動画では解説します。Let's get started! サルウェブはのりです。今日紹介するライトスタンドはね、このフォティックスから出てるサウド395っていうライトスタンドです。で、このね、いいライトスタンド、それから安いライトスタンド、何が違うかってね、やっぱり一番はね、がっしり感、安定感なんですよね。で、まあ、例えば YouTube のね、自分の自宅のスタジオとかで、例えば一人で撮るときでね、もう常に固定とかでしっかりちゃんと固定できるんであればいいかもしれないけども、でも動画制作のリアルな現場でね、撮影の仕事とかで、まあ、どっかでね、撮影にライトとか持っていくじゃないですか。で、その時に照らしますよね。で、その時には、例えばちょっとこう、ライトを高くしないといけないこととかもあると思うんですよね。もしくは、ちょっとこう、斜めな感じにして、斜め上から、人物を照らしたいとか、物を照らしたいっていう時もあると思うんですよ。で、その時にはね、やっぱりね、安いライトスタンドっていうのは、こう、不安定なんですよ。要は支えれないんですよね、重さを。特に上にソフトボックスなんかをつけると、どん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 この、このスタンドから先の部分、飛び出した部分が重くなるんで、するとこう、たわみ始めたりとか、ちょっと何かこう、触った瞬間にこう、バタンで倒れちゃったり、もう倒れたらね、もう本当、自分だったらね、まだ怪我する分にはいいかもしれないけど、演者さんとかをね、怪我させちゃうともうすごいもう大変なことにね、賠償問題とかもなっちゃうと思うので、ライトスタンドだけはね、本当いいものを使った方がいいです。で、もう本当安いライトスタンドと高いライトスタンドの違いっていうのはぶっちゃけそこです。で、このライトスタンド、じゃあどういうものかっていうと、395って名前の通りね、これ上ね、めっちゃ395センチ、ほぼね、4メーター近くまでね、上げることができるんですよね。そして、このね、一番の特徴、一番じゃないね、いっぱい特徴あるんですけど、のうちの一つ、この足がね、まあ3つここ緩めて、で、この足を上げ下げできるんですけど、で、このね、足開くじゃないですか。で、普通のライトスタンドっていうのは、この足、まあこれも3本なんですけど、3本足が出るんですけど、これの場合ね、センター、真ん中のこれもね、下につくんですよ。なので、こう4点で支えることができる。これね、めちゃくちゃ安定するんですよ。すごいですよ、この安定感は。全然びくともしないんですよ。で、耐荷重はね、これ8キロ、8キロまでいけます。そしてね、これのね、めっちゃ俺がね、気に入ってる特徴の一つなんですけど、ここをね、高さをこう上げていくじゃないですか。そして、はい、ここ、すごくないですか、これ。これね、ブームになるんですよ。で、ここ、このね、ごっついこのレバー、これでロックしてあげます。で、どれぐらい出すかは、ここでね、調整してあげると。で、こっち側まだ伸ばせるんでね。すごいっしょ。で、もちろんね、これ表にね、前に出せば出すほどこっちが重くなるんで、倒れそうになるわけですよ。あ、ちなみに、これ出す方向は必ず足が一本同じ方向にね、向くようにしてくださいね。じゃないと、こっち側に持っていかれちゃうんでね、必ず同じ方向に出すように。そして、こう出した時にね、やっぱりこう、倒れがちなので、そうならないようにカウンター、こっち側にね、重しをつけてあげるわけです。で、このライトスタンドの場合にはね、こういう重しのね、サンドバッグがついてくるので、ここフックがついてるんで、で、穴があります。ここにね、カチャンと止めてもらう。これの中には、まあ、サンドバッグって名前の通りね、まあ砂とかがね、わかりやすい重りなんだけども、砂入れたらもう大変じゃないですか。ペットボトルとかでいいです。まあ現場とかね、やっぱ喉乾くんで、こうペットボトルみんながね、例えば500ミリのお茶とか水とか用意してくれることもあるんですけど、そういうものをね、まあ2、3本ぐらい入れてもらえれば、これ自体は3キロの重さに耐えられるサンドバッグです。で、こういうふうにね、出すことができるんで、こっちが下がったとしても、こっち側で支えることができる。っていう、そういう構造なんですね。
これはね、もう本当めちゃめちゃめっちゃ重宝します。まあ、と言っても、まあ、俺の場合はさらにこの足がねグラグラしないように、まあ、今もちょっとガファーテープ貼ってるんですけど、ここの下にね、畳なんで畳に傷つけないようにガファーテープで一応保護してるんですけど、プラスこれがもう本当の撮影の現場、今から撮影しますっていう時にはもうここだっていうライトの場所を決めた時にはこの足がねもしも当たってもこう動いたりとかしないようにガファーテープで固定するようにはしてます。いやー、ほんとね、このフォティックスのねライトスタンド使い出してからね、もうぶっちゃけね、でかいっちゃでかいんですよ、普通のねあの安いライトスタンドと比べると。でもね、実際に撮影ってこう車で行くじゃないですか、現場にはね。だからある程度のその重さとかね大きさがあってもまあ気にならないですよね。でそう考えるとね、もうこれを使い出したらね、もう他のライトスタンドは正直ね使えないです。一番これちっちゃく畳んだとしてもよいしょ、これぐらいなんで、まあまあかさばるって言えばかさばるんですよ。でもね、これはね、一本はね、キーライトで使うライトスタンドは必ずいいものを持ってた方がいいと思います。でね、ライトスタンドって、まあ、例えばカメラとかパソコンって、まあ、3年とか5年経ったらもういいもの出てくるからもう買い替えたりするじゃないですか。今は 4K がメインになってきてるけど、多分5年後とかだったら 6K がメインかもしれないですよね。でも、ライトスタンドって言うても、そんなに進化しないんですよ。で、安いライトスタンド、高いライトスタンド、ぶっちゃけ値段の差って10万ぐらいですかね。安いライトスタンドだったら3000ぐらいで、これで3万ぐらいなんでね、10倍ぐらいもしちゃうじゃないですか。でも言うても差額って2万7000ぐらいなんですよ。でカメラの安いやつって例えば10万ぐらいであって、でもいいやつってまあ50万とか60万とかね、100万近くするじゃないですか。その価格差からしたら、そのいいやつを買う投資としてはね、これは俺は投資するべきものだと思います。このね、フォティックスのライトスタンド、いいなと思ったら、この動画の詳細欄にね、リンク入れておきますんで、そちらから購入してみてください。じゃあ、今日のこの動画、ライトスタンドね、参考になったと思ったら、いいな入れておいてくださいね。じゃあ、今から朝ごはん食べて撮影に入りたいと思います。じゃあね、ピースアウト。